さ、パンって誰パーカー、次出てくるのはパーカー N グロの人ですね。あれ N のぶら下がよりでしたっけ。まさか同キャラスージーが露骨に嫌がってますけど楽しそうです。よりブランサガと同キャラ戦。この同キャラって意外とおらんな。てか N グルのブラサガ同キャラって時点でまずいないか。 N グルがいないか。 K グルもいないんですけどね。あー、先方はイオリ対ブランカ。 1P 側の緑のブランカが辻、そして 2P 側イオリがパーカー。ここに来てまさかの同キャラ。で今日バン青い花、ここはローリングで逃げる。壊し当てて様子見。さあおっと、ちょっと通じ反撃ができてないが、焦ってるか。まあ落ち着いていけば問題ないと思います。さあ投げて置き攻めは壊しすかして投げて、壊しすからして電撃を意識させて投げるっていうね。であの壊しを見せて上入れっぱとかいろいろブランカー楽しいです。やられてる方はもうってなりますけど。あと前提は壊し電撃。そう、これがもう辻さんのね、もうなんか代名詞みたいになってますけど、壊しコパンローリング落ち着いて決めて中堅ブランカブランカ。さあもう前半のパーティー的な盛り上がりはありません。もうみんな口数が少なくなりました。絶対負けんみたいな、絶対勝たるみたいな。まあ多分そのパーティー分でそらさんが十分補給してくれたんで。さあブランカ同キャラ、青い方がパーカー、緑が辻。これはでかい。ブランカをこれだけ早く殺すとかなり楽ですね。そして大将サガット対ブランカ、ゲージは5分ですが体力リードはパーカー、キャラリードは辻ですね。さあローリングで強パン強パン、ここはあっとアッパーカーが上キャノンに化けた。それとも上キャノン出したのか。ここはしっかり最後は強パン、あれよくあるんですよね、早めに回すとあってなるんで。さあ中堅は寄りたいサガット、コパンでしっかり各班取って、早めのアッパーカーもしっかりガードしてフルコーン。あと壊しが繋がらなかったか、暴れてしまった。裏に回ってクラッシュ、しっかりガード発動して壊しはガード。さあよりが前に出て闇払い、そしてここは壊しコパンコパン中継ダメージ優先。ちょっと強引に最後は軽投げですね。割とサガットの軽投げはなんか壊しからとか起き上がりとかしかが来ないって思ってる人が多いんで、不意をつくとやります。僕は上出を重ねてランして軽投げとかしますからね、結構通ります。そして雑談してる間に大将サガット対サガット、緑がパーカー、青いパンツの色をしているのが辻。コッパン、おお、コッパン上出をキャノン、カウンターヒット余裕でした。とできるの知ってるけど初めて今見ました。最後はランで踏み込んだところに中継、辻が二立て。あれいいですね、あの上、まあ、コッパン上で打ったあたりがポイントですね。クロスな俺だったらいけそうやけど、俺一番嫌な平田なんや。後ろで松崎さんがカップエースしたいよって顔しながら店内清掃しております。あなた先やったでしょ。松崎さん可愛いな、嫁にしたいわ普通な意見返ってきた、嫁にしたいな、お腹空いたわあ、そっか実はいましたみたいなさあこれで辻が二立てして出てきたのは B チーム、ビタムですね、長瀬勢の人です。もうなんていうか、この人が今長瀬の UFO を作ってくれたって言っても過言じゃないんで、
僕とかダリとかがもうカペースもういいかってなってる時にたまたま UFO 行ったら新長瀬勢って言われる人がいて、この人たち、まあ、通称新長瀬勢が頑張ってくれたって言っても、まあ、嘘ではないです。むしろ本当です。まあ、その回あってかね、 UFO のカペース2台になりましたからね。この間店員が3台でもいいって言ってたから止めましたけど、まあ、そんなはどうでもいいです。最後は小足。まあ、お気づきの方いらっしゃいますけど、実際こうやって大会実況するよりも雑談が好きです。こうちまちま喋っていきたいっていうね。さあ中堅サガット対ブランカ。この N ブランカってかなりやってないときついし、やってもきついんですよね。ここは辻がどう行き来するか。さあ発動したが何かを警戒してサップバー。じゃブランカがじわじわ前に出る。しっかり小足すからして電撃体育。そして置き攻めは電撃。あとスラがちょっと変な当たり方しましたね。むしろ届かなかったっていう。さあ小足コパン、あと前転中パンで止めようとしたがちょっと長谷が遅かったんでね、止めれなかった。あと前キャン出なかったが、最後は上ショットのスカリに強パン差し込む。先に大将を引き取り出したのは辻。そして大将はチュンリー、あーっと弱パン、中パンヒット確認してたんですが、砲翼がスピーバーに化ける。さあリバーサー100列からここは電撃体育。投げて電撃で削る。受け身を取った。あとガーキャン前転が漏れてしまった。あれ N グル本当多いですよね。特にためキャラが多い気がします。すかし投げは読めてるよと。しっかり抜ける。ここで発動して最後はコパンコパンディレイをかけて、これで中堅寄り対大将チュンリー。さあ中堅はイオリ、辻がイオリはこうやって使うんだよと分からすのか、むしろ辻さんチュンリ使いましょうよとリタムが分からすのか。強肩、まあ、差し込んで大き攻めは下がって安定に逃げる。そして投げに来たとこは暴れる。これがまあ基本行動って言ったあれですね。ガークラしないんでね、チュンリー側としてはどっかで露骨に投げないとダメなんですけど、そこでどう暴れるかで暴れ潰しのコパンを打つかみたいなね。結構チュンリー戦は好きです。さあここは軽投げ。あーミタムが乗ってきたか。下がってコパンから100列をして前転は投げる。これで大将サガット対チュンリー。そしてチュンリーのゲージは満タンなのでまだワンチャンある。サガットもしかし2本あります。さあ早めに発動してプレッシャーをかけていく。中継体育中盤気候圏ローキック上ショットと技を全て使い分ける。これが辻だ。ああ発動は発動見てから発動。コパン気候圏で固めてガークラ狙いか。これは最後は踏み込んだところにローキック。これで辻が3立て。あちなみにあのサガットのローキックチュンリー側としてはあの早出し中盤とかじゃないと潰れません。他の技結構相打ちになるんで。で遠距離中盤の先端当てに行くとあのウェディオキャノンとか食らうんでちょっと読み合いが入りますね。だいたいダリと僕がやったらダリはローキックしか打ちません。僕は中盤しか打ちません。でなんか最終的にはタイムオーバー10秒前ぐらいで KO みたいなね。さあ大ちゃんからの応援が飛びます。さあ B チーム次に出てくるのはむしろ誰がいたっけ。前田平田クロスあと誰やったかな。さああの